リリーベル、リリーベル号です。うお、すごい、ゴージャス、すごいですよ。このカーテンからステンガラス、そして照明、わー、クラシックですね。で、一番奥にウォルト夫妻の写真がこちらに飾られています。奥さんのリリアンの名前にちなんでリリーベル号が動き出しました。あの日本人で最初に乗車したのが、昭和天皇と皇后様と聞いたんですが、それは本当ですか？Yes, that is そうです。あなたのおっしゃる通りです。ディズニーランドで最初に乗ったお客様が昭和天皇でした。そしてこの車両の装飾はウォルトの奥様リリアン夫人が行いました。あのスモーキングジャケットは昭和天皇がディズニー家にプレゼントしたもののレプリカなんですよ。その後皇室の方々は何度もディズニーランドを訪れているそうです。そしてさらにもっと驚くべきウォルトのこだわりのものがあるんです。